はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ。今週は100万人後の目標ということで、まずはね、7月7日覚えやすいですね、七夕に100万人、このチャンネルね、100万人いくことができました。おめでとう俺たくさんのリプと、コメントとメッセージとかねいただきました、ありがとうございました。いや嬉しいっす。うん、やっぱ何よりいつも言うけど、みんながなんだろう、喜んでくれてるとか、それが嬉しいね。でさ、自分もそうなんだけど、 YouTube ってチャンネル登録1回するとあんまり外さなくない？みんなするかな？俺も結構昔登録して、でも最近見てないなっていう人も残ってるの、チャンネル登録は。で、自分のチャンネルってさ、学生向けというか対象が小中高じゃん。だから高校卒業して大学行ったりするとやっぱ見なくなるよね。それ当然の流れだと思うし、忙しくなってくるとさ、エンタメ系の例えばすごい花尾さんのファンですとかだと、花尾さん投稿したらまず見に行かなきゃってなると思うんやけど、自分のチャンネルってそういうチャンネルじゃないからさ、もうだんだん見なくなっていくもんだと思ってるのね。で、ただその久々に見たらみたいな、そう、3年前にお世話になってたハイチさんがおめでとうございますみたいな、久々にコメントしに来てくることがねすごい多くて、いやめちゃくちゃ嬉しいよそれ。なんかもうニヤニヤしながら見てたみんなからのコメントね。だからなんかやっぱみんなが喜んでくれてるのがねすごく嬉しくて、でしかもそういうコメントもらえるのもきっと長くやってきた特権だと思うから。あーそうそう、でね、ちょっと話それちゃうんだけど、昨日になるかな、あの高校の先生向けにね研修の講師をやらせてもらって、動画フルで投稿させてもらった、見ていただいた方ね、ありがとうございます。でそれの時にも言われたんだけど、結構その先生とかにもその知り合いがね、が見てる、知り合いのお子さんが見てるとか、あとはそのやっぱ生徒さん、あの日さ、生徒さんとは交流がなかったので、全くもって生徒をすごい見てる子がいて、今日会いたがってましたとか、あとツイッターとかでもうちの学校じゃんみたいな話したかったですとかね言ってくれて、いや今さ、やっぱコロナの関係でなかなかねそういう機会が持ちにくいんだけど、100万人いったんでイベントやんないんですかとかさ、あったんだけど、やりたいっすよ、めっちゃやりたいんだけど、まあ、ちょっとねコロナ禍なんでなかなか先になっちゃうかもしんないけどね、学校今結構連絡いただいてるんで、これからも学校行ったりとか、だから地域のなんか子供たち向けのそのなんだろう、イベントみたいなのも来てくださいって結構言ってもらってるから、なんかいろいろ行けるようになったらいいなと思う。ぜひね、お会いすることができたら気軽に話しかけてくれたら嬉しいです。俺多分テンパってるけど、俺緊張しいなんで、そうすぐ人見知りが発動するけど、でも普通に話すからね、声かけられたのにスルーするとかないからさ、全然話しかけてください。はい、ちょっと話それちゃいましたけど、今週はですね、100万人行った後の目標っていうのを結構質問が来てたし、自分の中でもね改めてちょっと考えてたとこだったから、でただね言っとく、結論言っとくと、実はあんまはっきり決まってないんだ。ここ、100万人行くかもっていうか、やっぱり数ヶ月前から分かってたし、で100万人行ったらさ、一応今年の2020年の目標1個達成したことになるの、100万人ね。で自分がこの活動をやってて、まずこの活動ね全体の目標としては、その、学校っていう公教育と塾とか家庭教師とかの、その一般企業がねやってるその2つ目の教育って、その2本柱でずっと教育って支えられてたと思うの。もともと塾とかなかったけど、すごい昔をたどれば、でもまあ寺子屋とかあったけど、そう言われちゃうとあれだけどまあ2つの教育があって、寺子屋はあれか、公教育、まあいいか、はいあって、でもやっぱ塾講師をやった時に、その2本柱じゃ支えきれない子どもたちがいっぱいいることを知って、その所得格差とか地域格差とか関係なしに、子どもたちが自分の意思だけで見ることができる教育コンテンツっていうことで、3本目の柱を立てたいが自分のメインなのね。でそれを今で言うんだったら、 YouTube で勉強できるよっていうのを日本に浸透させる、そして浸透させて理解をもらう。例えばみんながさ勉強してても、まだいると思うんだけど、そのお母さんとかにね、何 YouTube 見てんの、いや勉強してんだよ、 YouTube で勉強できるわけないじゃない、そんなんやんじゃないわよみたいな言われますって、普通に来るから今でも、それがなくなっていく。お母さん方も逆にお母さんから、ね、YouTube で勉強したらどうって言ってもらえるような、そのぐらい浸透させるっていうのが俺のもう一番の目標なので、でもちろんそこはまだまだ叶ってないし、それに向けてこれからも突き進んでいくんだけれど、浸透させるの部分だったらだいぶちょっと叶ってきたと思ってる、数年前に比べたらね。
だってまあこのコロナっていう状況ももちろんあったけれども、だいぶさ YouTube で勉強もできるんだとか、その映像で勉強するっていうのが浸透したから、そろそろ次の目標をずっと探してたというか模索していて、で、まあ、さっきも言ったようにはっきりもうこれっつって自分が3本目の柱を立てるっていうほどのもう人生かけてやるよっていうものはまだ見つかってはいないんだけれど、でも一個自分の中でベクトルというかこっちの方向だなっていうのが思っているものが、昨日のねその研修のさ動画でも中でもさ一番最後のところで言ってるんだけど、これ学校の先生の社会的評価、社会で学校の先生ってこうだよねっていう評価があまりにも低すぎると思っているので、それを改善させるというか、ある程度正しいところの理解をされてほしい、社会的地位の向上みたいなこと言ってるんだけど、が一個のテーマかなって今はすごく思ってます。まあ、これはね学校の先生に対して失礼だよ、学校の先生やってるわけじゃないからね、俺はね、お前が何分かってんだっていうかもしれないんだけど、ざっくり言うわ、これに関してはなんだ研修の動画でも言ってるからさ、ざっくり言うとやっぱりさ、その先生ってやらかしてしまったとか、その社会的に問題を行動を起こした先生とかが取り上げられるじゃん、だから先生なんてっていういるし、でみんなもさ、例えば中高の時とかってやっぱ反抗期真っ盛りだったとかね、まあ、実際いるよ、うざい先生とかさ、お前この先生はどうなのってさいるけど、みんながみんなそうじゃないじゃん、先生なんてって一括りにされやすいんだけど、いや先生ってお前日本中に何人おんねんって話なんよ、その中で、ね、1万人とか何万人っていたらさ、いや言葉が悪いけどクソみたいな人なんているわ、そんないるじゃん、でもみんながみんなそうかってそんなことないんだ、そうだからすごい生徒のね、みんなの学生の生徒のことを思って本当に自分の人生かけて生徒のことを思ってやってる人ってレアじゃないんだよ、いっぱいいるんだ、そういう人がなんつうんだろう、そう例えばいろんなことにさ暴殺されて、その生徒への思いっていう熱いものがどん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 こう消されてしまう、水を刺されてしまって、そういう人をさ知ってるんで嫌だなってだって学校の先生が自分らしく生き生きと授業できる教育に携われたら、それって最終的に誰にとってプラスなのって、いや子供たちにとってプラスじゃない、楽しく自分自身が生き生きと授業してる先生の、その人の授業を受けれる生徒って俺幸せだと思うんだよね。いやみんながみんなそうじゃないだろうけど、でも幸せ率は上がるはず。俺にとってはもう人生かけて思ってるのはね、もっとその3本目の柱とかその前、もっと手前よ、手前で思ってるのって子供たちにとって幸せであるかどうかなの、もうそれが全てなの、子供にとってプラスなのかどうかっていう、それが全てだから、子供にとってプラスになるんであればいいよね。そのためにもやっぱ先生が生き生きしててほしい、うん、もっと言うと、モンスターペアレントの関係じゃないけど、俺いやこれは怒られるんかな、もうここまで言ったら言うわ、学校の先生のモチベーションを下げてる要因として保護者のなんだろうこともあると思ってるのね。それはみんなの、みんなのお父さんお母さんじゃないよ、一部、これはめちゃくちゃ一部よ。でも例えばクラス35人いて35人中1人でも理不尽な親御さんがいた場合、もう先生ってそこに 80% ぐらいのエネルギーを持ってかれちゃうのね。あの人に例えばさすぐ教育委員会に行ってくる人とかいるから、実際になんかそれって先生の仕事かっていうのがね思ってしまってるわけで、すいません、愚痴っぽくなっちゃってね、すいません、ちょっとね本当にでもそれはすごく思ってるから、だからそういう親御さんはね一定数いるし、そこをいやそんなこと言うんじゃないよっては思ってない、もうそういう人はその人はそういう人だからって知らないと思ってるんだけど、じゃあ先生の、モチベーションを下げていくマイナス要因があるんだったらそれ以上のプラスを作っていけばいいじゃんって、先生がちゃんと評価されるというか、先生すげえじゃんってこうなんだろう、プラスのエネルギーをもらえる、マイナスを打ち消せるぐらいのプラスを生み出せるようにしたいっていう、うん、それが絶対に日本全体にとってもプラスだと思っていて、だから今それがね結構熱いかも俺の中で、多分そこが一個のベクトルだろうなっていう、うん、だって最終的に子供たちにプラスになるんだったら余計にねって思ってる。まあいろいろ他にもあるんだけど、今口に出しても自分の中でいいと思ってるのはそれかな一番は。やっぱり
この前さ、100万人記念で7月8日か生放送したんだよね。そう、集まってくれてありがとうね。あの時の一番最後にどうしても100万人行った後の生放送で言いたかったことがあって、喋らせてもらったんだけど、いや俺はなんだろう、別に万人受けするとか、ね、何十万人の生徒とかってできないから、今ね一応100万人いたとしてもさ、それは8年かけて積み上げた数字だから、今この瞬間に何十万っていう人にエネルギーと影響を与えることはできない、そこまでは持ってないけれど、例えば自分の動画を使ってくれてる今だったら多分、数万人ぐらいなのかな、きっと、その数万人の子たちに、その子たちのにとってなんつうんだろう、幸せになってほしいの、その子たちが、ちょっとざっくりな表現でごめんね、一人一人にとって幸せの定義は違うけれど、みんなが幸せになってほしい、少しでもちょっとでも多くの笑顔がある人生を送ってほしいと思って、でも中高生のうちってやっぱすげえ悩む時期なのね。自分もそうだったし、なんか年を重ねるとそのぐらいいいじゃんって思うこと、でもその時はそんなこといいじゃんじゃないんだよ、それが全てなの、悩みが。でその悩むんじゃないよとは思ってないし、いいんだ悩んで、いっぱい悩んでくれ、そういっぱい悩んだ末にそれを最終的に、今すぐじゃなくていいから、最終的に自分にとっての糧にする、エネルギー源にして、その羽ばたいていってほしいの、それぞれの道をね、それの力添えというか、ちょっとでも背中を、みんなの背中を支えられることができたら、自分にとってこの活動の意義もあるし、自分が生まれてきた意義もあると思ってるのね俺は、だからなんかそれが一個の指針というか、そうなってほしいなと思って今もやってるからさ、多分そこのベクトルは変わることなく、これからも自分の命はね最後終えていくと思うので、ずっと死ぬまでそういう感じだと思うから、それに沿ってというか、だからそれなんだろう、ありがたいことにさ、選択肢をいただいてるのね、こういろんな人にこう声かけてもらって、こういうことやりませんかって言ってもらってるけど、でも全部やって無理じゃん、体一つしかないから。でその中で自分が、もう35だからさ、みんなと比べたら人生そんな長くないわけよ、みんなと比べればね。じゃあ残りのっていう言い方もあれだけど、限られた時間をどう使っていくか、どう使っていくことでみんなにとって子供たちのプラスを生み出すことができるのかっていうところが自分にとってすごく大事なところだから、それを大事にしつつ、このね YouTube チャンネルもやりつつ、なんか他のこともいろいろ始めていけたらなと思っている感じです。あら真面目はい、ということで、そんな感じです。で真面目についてにちょっと発表すると、多分この時もコミュニティ機能流してると思うんですけど、あれです、100万人行く前にやってた、軽い質問コーナーをやりましたけど、ちょっとハードなっつうか、募集してみようと思います。ただね、7月8月が少しスケジュールが立て込んでいるので、すぐ取ることは難しいかもしれないんですけど、ひとまずみんなからなんかもう一回改めてリクエスト、前回のも参考にするけどね、リクエストをもらう、ページを作る、ページというかツイートみたいな、ツイートコミュニティ機能流してますんで、よかったらちょっと見てみてください。ちょっとみんながどういうことを俺にさせようとするのかなっていうのをニヤニヤしながら見てる。そうだいぶハードだったけど今日、前回も、それちょっと流してますんで、よかったらねチェックしてみてください。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました100万人いきましたけど何も変わってないんでね特に改めて話しましたけど、やることも変わらないですし、改めてこうBGM 変わりましたとかさ、エンディング変わりましたとか全然ないんですけど、相変わらずこんなペースでやっていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回お会いしましょう。今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。